そうと思ってたことあったのに思い出せない。ぷあ、頭ガンガンする。ヒョンフちゃんのお熱下がりませんね。まだ体が出来上がっていないのに、魔力の方はそれに構わずどんどん成長しているわ。水風船の容量に構わず水を詰め込んでいるというと分かりやすいかしら。それっていつか破裂しちまうよな。そうね、一度水、つまり魔力を発散させれば少し楽になると思うけれど。魔力使えばいいの？なら団長、勝負だ。え、無茶ですよ。フィューフちゃんフラフラじゃないですか。いいから、いいから。はあ、立っちゃダメですってば。待って、ヒューフちゃん。さあかかってこい団長。そうね、いっそその方がいいのかも。団長さん、気が引けるでしょうけど試してみてあげて。私も全力で。てゃー、どうだ。やっぱ団長、せっかくの海なんだから。強いな。悪いことはダメだよ。ふはー、ヒュンフちゃん調子はどうですか。荒領事だけれどうまくいったみたいね。団長ありがとう。あ、そうだそうだ、怪我直さなきゃね。あれだけ戦ったのにまだ団長さんの傷を治せるくらい魔力に余裕があるのね。話そうと思ってたことがあるって言ってたっけ。うん、そうなんだ。ちっちゃから聞いたんだけど、転生期はもっとすごくなれるんだって。転生期、護身杖のことですよね。今でもすごい武器なのにもっとすごくなるって。なんかね、古い戦場、戦場にね、転生期をすごくする何かがあるらしいや。それが何だったか、あちしちょっとよくわかんなくて。団長、役に立ちそう？へへ、役に立ったか。じゃ、褒めて。
ピュンフ、あまりはしゃいではダメよ。さっきまで調子が悪かったことには変わりはないのよ。うー、今は超元気なんだけど、またグラグラなるのかな。転生期も気になるけれど、ピュンフの体調のことも心配ね。次に体調を崩す前に溢れる魔力をどうにかする方法を見つけないと。